三、四番線から望む、ホーム全体九三、四番線ホーム現在の五、六番線ホーム、備中高橋、岡山方面、ホーム側から見た駅舎ホームとは、地下道でつながっている。新見駅は、岡山県新見市西方にある、西日本旅客鉄道の駅である。新見市の代表駅で、津山駅、三次駅と並んで、中国地方中央部の主要駅の一つである。特急、 新大特急を含めた全列車が停車する。白尾線の普通列車も信号駅始発の一本と全線走破する列車以外は当駅を奇襲点としており、当駅を越えて運転される列車も乗務員の交代が行われることが多い。白尾線の工事は新見駅郊外で南北が結ばれた。ちなみに新見駅は白尾北線の第9区間として作られている。 夜間大白も設定されている。IC カード、移行下は、白尾線の内あたり、駅以南の全駅と、東駅以北の生山駅、根尾駅及び法規大線駅以降の駅で利用可能。姫新線、芸備線では、移行下を利用できない。事務官コードは65万414を、使用している。東駅の所属線である、白尾線と、 当駅を終点とする姫新線が乗り入れている。また、芸備線の線路名称上の起点は、備中神大駅であるが、運転系統上は当駅を起点としている。なお、当駅備中神大駅間の途中にある、沼原駅には、本来の所属路線である、白尾線の列車はすべて通過し、芸備線の列車のみ停車する。駅番号は、白尾線のみに、 JRV18 が設定されている。特急、ヤ雲の車内販売は当駅から岡山駅までの区間で営業することが多かったが、2009年9月30日をもって廃止された。島式ホーム2名4線を持つ地上駅。島式ホーム間にはホームのない線路が2本あり、貨物列車は全列車この線路に停車するほか 当駅発着の列車の入れ替え用途にも使われている。トイレは駅舎の構内側と1.2番線ホーム、津山方にある。各ホーム上には待合室がある。ホームウワイヤの柱はコレール等であるが黒褐色系の塗装がされており、木造風のような景観を示す。ホームと駅舎は地下道で連絡している。駅舎は木造2階建て。 河原等で吹かれている。改札を出て、右の駅車内には、JR 西日本ハートストアがあったが、2008年3月に、閉店した。直営駅であり、2008年5月31日までは、白尾線の静音駅信号駅間各駅、芸美線の坂根駅ビンゴ落合駅間各駅、木美線の全所属駅を管轄していた、備中鉄道部が、校内に置かれていた。 同組織が死者直轄体制に移行して以降もこれらの路線を管轄する管理駅として位置付けられているが、備中高橋駅にも地区駅長を配置して業務を区間ごとに分担している。ただし、紀微線の備前三門駅備中高松駅間は岡山駅の管理下に変更され、総社駅が 地区駅として管轄していた、日比線の足森駅逃走車駅間と白比線の、備中広瀬駅西温駅間が、倉敷駅の参加に変更された。逆に、津山鉄道部管内だった、姫新線の月田駅岩山駅間が当駅に移管されている。従前より、列車運行上の番線番号は、前述したホームのない中線を3番線、4番線と数えてきた。 そこで、列車運行と旅客案内とで異なっていた故障の統一化を図るため、2019年3月16日のダイヤ改正より、従前の3番乗り場、4番乗り場の故障について、それぞれ、5番乗り場、6番乗り場と変更された。ホーム駅名表における隣の駅の表示は1.2番、乗り場のみ布原となっており、5.6番乗り場は、立中人台である。 すいたちの平均乗車人員は以下の通りである。新見市新見はここから1トルほど南東に行ったところを流れる熊谷川の対岸にあり、当駅は本来の新見からは離れている。バス乗り場は駅前にあり、1番乗り場と2番乗り場がある。主に美北バスが運行する路線バスが発着している。新見市に乗り入れる唯一の高速バスである大阪新見。 三次線は、駅前ではなく、駅から徒歩5分のところにある、新見郵便局前にて発着する。すべて美北バスが運行。広報資料、プレスリリースなど一時資料と軽資料。ありがとうございます。